GLS350D 日本仕様フロントリア内装メルセデスベンツ GLS クラスはドイツの自動車メーカーであるダイムラーが生産し同社がメルセデスベンツブランドで販売している SUV である GL クラスの後継者でありアメリカで生産されプラットフォームをダッチデュランゴと共有している2015年11月ロサンゼルスオートショーで発表二千十六年四月 日本で発売開始。GLS フロント2019年4月、ニューヨーク国際オートショーで発表された。2020年3月23日、日本で発売開始された。日本市場へは発売当初、GLS400D4 マチックと GLS584 マチックスポーツの2モデルが導入される。 価格は1263万円から1669万円。同年12月15日にはハイパフォーマンスモデルとなるメルセデス AMG GLS634 マチックが追加発売された。メルセデスベンツ GLS。2016年5月14日閲覧。メルセデスベンツの最上級 SUV GLS がデビュー。2016年5月14日閲覧。 メルセデス・ベンツ GLS 新型、欧州受注を開始85,923ユーロから2019年4月25日閲覧。メルセデス・ベンツの最上級3列シート SUVGLS がフルモデルチェンジニュース。ウェブクグ、2020年3月23日閲覧。ありがとうございます。